って言うんですけども、青山ラビネスさん、そしてワクワクさん、そしてブルーのままでの3組でですね、ライブがあります。皆さん今日はですね18時半からオープンなんですけども、19時スタートかな。メッチョたちの出番は20時からになっておりますので、お仕事終わりまだ間に合うよって方はぜひよろしくお願いします。あやみはめちゃったあめちゃんってまこちゃん初見中です、いらっしゃい。めちゃこんばんはって、こんばんは、絶賛支度中だよーんって、う嬉しい、ありがとう。まぶたはめちゃったあめちゃん渋谷だよーん。ちなみに今日のめっちゃのよ、あビラ配りねしてたんですよ、渋谷で。久しぶりにビラ配りしました。今日からですね、赤木さんこの前ラジオに出てたよねって言って、ラジオ赤木さんはね、にょん、この間あのユッティも来てくれた原宿のルイードでも一緒になったかな。そう、ポロちゃんやめじゃないか、ポロちゃんいらっしゃい、ワクさんはめちゃった、はめちゃ、ワクワクさんいいなって、そう妹、原宿じゃない、原宿、あそうそうそう、それそれなあ、はめちゃった、はめちゃです。ということでですね、今日はそうスリーマンということでですね、結構まあよく仲良くさせていただいてるグループさんとなんですよ。めちゃたちは今日ビラ配りをしてきました、久しぶりにね。今日からね、紙付きがね発売なんです。6月30日の秋葉原ステラキューブでのワンマンライブの紙付きが発売になるということで、皆さんぜひ現場行ったらお友達用とか、ご家族用とか保管用とか、奥様用とか彼女用とかぜひ買っていただけると嬉しいです。パブタン渋谷も買ってる、うわー渋谷も買ってるの、真っ先にこっち来るんだよ、寄り道しないでねどっか行っちゃダメだよ、ポテトの誘惑いっぱいあるけど、まっすぐ来てね。あちこ前行ったけど思えなかった、確かに今もいないよ、たけさん見ちゃった、あみちゃん、うん、唐揚げくんになってるよ、タンタンでしょう。ということで終わるんですか早くねって言って、お言ってない言ってない、終わんないよ、おじゃ結婚してありがとう、なあとありがとう、紙付けって、そう紙のねチケット紙付けですよ。ビラ配りしてる前をする人、え嘘、タンタン通ったの、マジいた、見つけてた、なあとありがとうユッティ、紙付け紙付け紙のチケット違うよ、紙のチケットだよ、なハートありがとう、辻さんこんばんはって、こんばんは、こんばんはです、ありがとう、土曜日のライブ配信、あ本当原宿だよね、原宿だよね多分、なんだっけ、なんだ YouTube で配信されたやつですよね、嬉しい、ブルーのままで見た、誘惑に負けんなめっちゃでしょ、だから500キロもあるんだよって言って、めっちゃ300キロって書いてなかったっけ200キロ増えてね、わ辻さん流れ星ありがとう、ノーズさんありがとう、パラちゃんほーずえめっちゃかわちいって言ってそうキャルね、この間ゆりちゃんに撮ってもらった、辻さん7月は東京遠征たくさん行く予定で、え辻さんどこなの、お住まいは、既存のビラ会に行かないとダメだからね、まあね、確かに。でも、よっくらいは、これいいですよ、全然。よっ。紙チケ、こっちですよ。そっち髪の毛のチケットってこと、みんながよく見えるように結膜炎の目にコンタクトぶち込んでも、ねえねえ、痛いって、あゆみ。あゆみ、痛いって。大丈夫なのそれ。辻さん、原宿のですって。そうなの、嬉しい。配信やってたもんね。だんだん新獲得しなくちゃだからって言って、頑張る。めちゃ頑張る、ありがとう、ポロちゃんもテイクの楽屋ですかって言って、そうだよ、もうめちょたちはテイクいるよ、曲が良くて楽しかったって言って、あ嬉しい、実際ライブ聞いたらもうめちゃめちゃ最高だと思う、
じさん鹿児島、え、今度さ7月の6日にね、あの福島じゃない福岡行きますよ。九州行くよ。九州遠征しますよ。ねえ、鹿児島でも鹿児島から福岡って遠いよね。まあまあ九州広いもんね。たけさん黄色ペンライトありがとう。七瀬先生もんでした。こっちありがとう。今日めっちゃ出演するの老後嫌になられたらかった脱獄した。え、110キロも増えてるって見間違いだよって。嘘、500ってあった。ミラクバリで桜やるのありですかって言って、何桜受け取ってる風な感じ、受け取って、え、こんなに可愛いグループがあったなんて、どこのグループ、え、ブルーのままで、うわーって言うってことでしょ。嬉しいな、それ嬉しいけど今日のセトレ教えて、内緒、誰かが考えた。なんだ、テイクアウセブンにいるね、病人でございます。嘘、テイクにいんの。今日のセトレ楽しみすぎる。ねねとか言ってめっちゃ知ってんだけど、脱獄したのか、オーレさんここにいますって。いるよ、めっちゃいるよ。捕まえられるもんなら捕まえてみんな。判断ついた。嘘、マジ、まだ入らないよ。入れるか、もう一応入れるか、入ればするね。また言っちゃいけないことめっちゃ言ったって言って、え、言ってないよ。なになに、秘密のやつ、え、じゃ秘密のやつは秘密でちゃんと言わないですよ。それよりもめっちゃ今日耳鼻科行ってきたんですよ。おじさん行こうって、もうポリポリに会った、ポリスってこと。ブルナもマネってアイドルグループ6月30日にアイドルグループや、6月30日にライブなのってとおごりさんめちゃ宣伝してくれてんじゃん。いや、なんかそういうさ政治家の人とかいるよね、たまに渋谷に。なんか運動してる人、そういう今日もなんかいたよ。今日もなんかマイク使って演説してる人いた。福岡検討しておきますけど、マジで嬉しい、ありがとう、待ってる全力でまぶたん耳鼻科、そう耳鼻科行ってきたの。なんでかっていうと、めっちゃさ匂いが最近わかんなくなって、なんかこの間熱出たじゃないですか、39度ぐらいの熱が。その後ぐらいから匂いが分かんなくてさ、やばいかもって思って耳鼻科行って、でなんかレントゲン撮って結構検査したんですよ。でなんか友達がなんか副鼻腔炎の蓄膿症でなんか手術することになったんですよって、これから本当の話なんだけど、手術することになったんで、いや結構私も多分このままだとひどいと思うんですよみたいな、でなんか心配で心配でって言ってお医者さんに喋ったので、お医者さんがレントゲン見ながら、まあ確かに副鼻腔炎ですね、まあでもめっちゃ軽症ですねって言われて薬で治りますね、手術とかいらないですねって言われて、まあ、めっちゃではないけど、まあ、普通に薬で治るレベルの副鼻腔炎だった。まあでも早めに病院来てよかったねって言われたっていう感じです。ミラクマリの成果は、成果あった、あったよ。もうって言わないでくださいって、もうって言うよ、いつ会えんの、もう。ミラクマリの鹿児島から福岡まで新幹線1時間ぐらい、あ、そうなんだ、1時間半ぐらいなんだ。でも新幹線か、まあまあかかるね。牛さんめっちゃ、クマじゃなかった。福岡検討してきます、検討だけど、検討ってことはもう確定までしちゃいな。臭くても大丈夫だねって言って、でもそうで、タンタンがいくら臭くても全然問題ない。っていうか、若い人楽しみで、いっぱい食べたい。だるい感じやね絶対鬱陶しいやね。にゃわかんない、ジャニーヌ食べていくって言って。よっぽど臭くなきゃね、最近わかんない。軽症なのに重症と思わせる、めっちゃ。ほんとだめっちゃ匂い、わかんないの、やばいと思ってたもん。まあでも、なんかその鼻の、ね、この目のあたりのところがちょっと炎症を起こしてて、でそれで腫れてんだって、だから匂いが分かりづらくなってるみたいな。シュールストラミング行くよ、確かに軽症男子なのね、いつ分からないよ、うん、頑張りしない、うん、
じゃあ耐える、会えるのまで耐えるよ。福岡の食べ物美味しいもんね。うん、美味しい。今日ゆりちゃんと喋ったけど、もう勝手に2人でどっか行くレベルでめっちゃ食べまくろうって言って喋ってた。特典会で、特典会でプッシュでも OK かなって。めっちゃは似合わないけど、めっちゃ言っていいさ、そのね、3文字の単語めっちゃ分かんないの、アイドルだから。なんの、どう、なんだろう、何か分かんないけど、何か分かんないんだけど、まあ多分、それをする、したところでめっちゃは今は何も思わないんじゃないかな、匂い分かんないから。え、耐え忍んで、くまちゃん。耐えられない。特典会なしに行くね。お、辻ですって言ってね、辻ですって。ガス爆発。ガス爆発出た、そのキャラ死ぬ。知らないもん、だってめっちゃ知らない昭和のアイドル。確かに。あ、マサス、マサスじゃん。マサスこんばんはって、こんばんは。たけしさん、体内のガスを排出すること、めっちゃ排出口がないんですよ。ダメ、待って、排出口がないのはちょっとダメか、さすがに。ごめん、ちょっと、ダメですね。ちょっとやめとこう、余計なこと言うのは。愛するものよし、二層裏へ。結構待たせた、さすがに。殴られる覚悟あるから。でも、頑張ってる証拠だよ、しょうがない。福岡だと、梅川かも、梅川枝餅って何？初めて聞いた。梅干しと枝豆なのかな。ラスコはめちゃって、あ、はめちょ、おはめちょです。みんな、ナンバしよっと、ナンバしよっと、お支払い方法は私あなたのスマホをスキャンする。めちょ先生、今日も18時間寝たんか。今日はね、18時間寝てないよ。今日はね、あの朝から耳鼻科行って、レッスン行って、ビラ配って、今からライブ行って、その後にバイトだよ。お、ラスク、なんかなのねって、ラジオだよ。もう解除してるけど路上でショールーム聞いてるって言って。そうなの、中入っちゃうとね、ちょっと聞こえないしね。もうでもあと2分で終わるよ。まくちゃんおいしいよ。あいち、パパたん遠征、パパとママいないと無理って言って、え、パパとママ見つけよ、パパとママ誰かいないかな、パパ、パブのパパとママになってくれる人いないですかって。たけしさん、何場所とって、何場所とってない、レッスン何パありましたって、なんで、なんでレッスン中にナンパがあるの。レッスン中にナンパってなんで。またそうやって頑張りすぎるって言って、頑張りすぎてないよ、いつも通りですよ、日常です。ブラックバリやった、やってた、バイトしなくていいんだよ、ライブの日の後はって言って、遠征ないやつ、それ美味しくないやつ。遠征はね、でも名古屋だよな、こちゃん。太宰府天満宮行ったら売ってるって言って、あ、そうなんだ。そしたらツイッターフォローしてます。お、ありがとう。杉谷さん、ナンパしに来ましたって言って、あ、ナンパ、ビラ配りしてたら声かけて。遠征はね、名古屋と福岡。あゆみ、ママです。いや、別にママみっけ。ママみっけだって、バブタン、ママみっけ、部屋はしっかり別にしてくれてる、安心感。パパ見つけてる、パパ、パパいっぱいいるよ。うん、でももう一人の日もその日同じなんだよなって。ね、その日同じって、なんか、あ、そうなの、名古屋遠征一緒なんだね。めん、ラスくん、ソフトクリームありがとう、985日もありがとう。両日で、あ、マジで？お揃いじゃん、一緒じゃん。挨拶できるかな。ということで、今から渋谷テイクオーセブンでライブがあります。ぜひ皆さんお待ちしてます。3位たけしさん、2位な第一ポロちゃん、そしておめでとうございます。そしてですね、今日から紙付けの販売始まりました。ワンマンライブだね。
6月30日秋葉原スラキューブでワンマンライブがあります。マジでガチで完売させたいめっちゃの思い気持ち届けということでありがとうございました。お待ちしてます。じゃあねー、バイバーイ。